ボルチモア型従順洋艦のネームシップボルチモアだ。海軍条約の制限を受けずに初めて設計建造された従順であり、それゆえに当時における様々な最新兵装を搭載できた。この艦隊で自由と正義のために人働きさせてもらう。やあ、助けを求めてるのはあんたか？私はボルチモア、通りすがりの従順洋艦だと。冗談はここまでにして、ボルチモア着任した。指揮官よろしく。さて指揮官、仕事を始めるか。できること、すべきこと、そして実際にすること、取捨選択が必要だ。指揮官は一番うまくできることに集中すればいい。仕事はきっちりこなしてみせるさ。まあ指揮官の部下として当然だな。あれがクイーン氏？随分と姿が違うな。それもそうか、違う艦船が同じ名前を持つ。別におかしくないな。力だけでは根本的な解決にならない。指揮官、私が言うまでもないと思うが、このことくれぐれも忘れない方がいい。酸素コーラを持ってきてくれるのか？どうも。やっぱり効くなこれ。今の効かなかったことにしてくれ。全艦フォーメーションスタンバイ。お前たちの力、正しい道に使うべきだったな。正しい道でもつまずきがあるものだな。間合いは十分、仕留める。慌てるな、集中しろ。正しいことをしようとする意志さえあれば、それを口にしなくても人は正しく生きていける。指揮官が正しい道を進むことを祈っているよ。さて、堅苦しい話はここまで。次は何をすればいい？指揮官さえ良ければこっちは割と何でも相談に乗れるから、困ったことがあったらどんどん頼ってくれ。お買い物に一緒に行ってほしい。あ、いいよ、お安い御用だ。ついでにデートも構わな。ちょっと待て、デートってあのデートか？どうする、やっぱこういうのは慣れないな。もっと女の子っぽく振る舞った方が。あ、いや、これはあくまで私の問題だ。ったく、指揮官のそばにいると調子が狂うな。はい、私もずっと指揮官のそばで苦楽を共にし、永久に愛を捧げることを誓おう。指輪をつけた後は。なんだ、ちょっと何をする。ウィチタ、頑張りすぎるなよ。いいコンビネーションができそうな感じだな。